年前に私がちょうどオリンピックを決まった時でして、スポンサーを探していまして、ただ今までその会社に所属して、その僕のやってる私のやってるそのスロープスタイルっていう競技をやってる人がいなかったもので、どういうふうにスポンサーを探せばいいのかわからない状態で手探りに探している中で、いろんな企業にこうメールであったりとか電話をして、少しでも会ってくれるところがあったらこう営業をしてっていうふうにスポンサー活動してたんですけれども、その中でやはりそのやり方がわからないもので、やみくもにやってたので、なかなかその会ってくれる企業もなく、会っても門前払いの状態だった時に、ちょうどこのアークにもメールを出しまして、その頃大里さん、今の社長の大里さんに、メールをお送りして、返ってきた返信が、まずはそれじゃあちょっとスポンサーはゲットできないよと、まずは自分のことを発信しなさい、自分の情報を発信しなさい、あなたのことを調べてもこれしか情報が載ってないから、まずは自分の競技、自分のどういうふうに競技をしているか、自分のことをいろんな人に、可能な限りの人に伝えなさいというところで、まず自己発信をするというところに焦点を当てまして、いろんなところに行って自分の興味の話をしたりだとか、自分のブログを作ったりだとか、自分のホームページを作ったりだとかして、自分の情報を発信しまして、でその中で大里さんの出した課題っていうのをクリアしていった中で、大里さんがそれであったらちょっと一緒にやっていこうと言ってくれたのがちょうどこの7月でして、最初の出会いからはもう1年以上経ってるんですけれども、最初にコンタクトしたのは約2年前になります。一応7月から入社という形なんですか？はい、入社を、契約社員で入社をいたしまして、日本にいる間はアークで働きながらビジネスをしながら、その午後の練習、午後の時間を練習に使って、冬の間は船板でしたり、あと練習しなければいけない時、大会遠征の時はお休みをいただいて、スキーの方にフォーカスしてトレーニングだったり大会活動だったりをしています。普段は会社でどのようなお仕事をなさってるんですか？会社ではスキーチームのサイトを持ってるんですけれども、今スキーチームにはトップバッターで恩田選手っていうクロスカントリーのナショナルチームの選手がいて、その方だと11年連続で日本チャンピオンになっているスキーオリエンテーリングという競技の堀江さんという方がいらっしゃいまして、あとこの7月から私4年ですね、その3人が所属しているスキーチームのウェブサイトの制作をしたりとか、あとはチラシであったりポスターであったり、そういったプロモーション用の販促用のものを作ったりですとか、社内で会議したりとか、そういったことを主にやっております。肩書きはちなみに？肩書きは、肩書きはですね、結構幅広くやっておりまして、今営業の同行もさせていただいて、そのビジネスを学びながらその選手を続けるというところで営業も同行させていただいているので、弊社がその翻訳、あとウェブ制作、派遣の会社でして、派遣をしておりまして、その派遣の営業であったり、あと翻訳の営業であったり、そういうですね、そういったところをやっているので、ちょっと肩書きはいろいろとあるんですけれども。大体1日の流れってのはどういう感じなんですか？1日の流れはそうですね、ちょっと練習によって出社時間とかも変えていただいているので、一概には何とも言えないんですけれども、一般的には朝10時に出社しまして、10時から6時までですね、そのスキーチームの運営であったりとか、ポスターの制作であったりとか、そういったところを上司の堀江さんに教えていただきながら作業をして、
その練習が終わった後に各練習場に行って練習をするっていうふうに一日を過ごします。そのここに入社する前までは、はい、アルバイト生活だったんですか？そうですね、アルバイトしてました。で、基本それで生計を立てたってことですか？はい、生計を立てて、あとは、そのアルバイト先の上司の方が個人的にサポートをしてくださってたので、その方が遠征費用などはサポートしてくれる時もありました。